必要資金が1180万じゃないですか。はい。で希望金額が1510万ですよね、はい、この差額ってこれどういう、余裕持っときたいってところです。は、はい、余裕。そうですね単純に余裕ですか、うん、予定通り行かなかった時に資金不足になるのでその分ってところで考えてます。あ、今会社やられてるんですよね。はい。そっちからっていうのは、とは全く考えてないです。考えてない。はい。まあ一般的にね、自分でもう会社をやられてて、それで未然には1円も出しません、はい、で人に1500万円出してください、はい、しかも多めにというのは一般的な印象としてどう思うかっていうのは予想できますか。はい、わかります。それでもそうしますか。その上で来ております。そうね、はい、うん、そしたらね、あんま出ないんじゃないかなっていう思っちゃいますけどね。はい、どう思います？いや、まあその通りだと思いますね。本当、はい、それでいいのっていう